朗読の時間です。今日は吉川英治新書大鼓記第三分冊より三線開閉夜であった東吉郎が八塚村を訪れたその日の夜であった。 たたった2機に口取りの男が1人闇をついて蜂塚村から清須へ走って行ったそれが孤独正勝と藤吉郎の2人であったことはまだ誰も知らないまた深夜城内の一室で信長がその2人を隠検して長時間にわたる密談を交わしたことも。 ごく一部のものとその晩馬の口取りとしてついていった渡辺天造のほかは知るものもなかった翌日孤独の主書が蜂須賀村から八方へ飛んだ劇を手にした面々は何事かと本家格の孤独の屋敷へはせつけた篠ノ号の川口久助 品の村の永井半之城、柏井の青山新吉幡川の日々の六代佑森山の梶田隼人小幡郷の住人松原匠といったような顔ぶれである言うまでもなく皆信氏だ他年孤独の下にあって将軍の下に大名のあるがごとく村部落 山里などの縄張り縄張りにおのおの手がいの狼節を養って断る日ばかり待っている者どもなのであるその他孤独の弟七代同又十郎叔父いとこから当詠の一族までが寄り合っていた一同が目を見張ったのはこの中に 10年前の一族の反逆者御厨屋の渡辺天造がいたことであった席定まってから「実は」と孤独は自分の重大な決心とこれまでの斎藤家加担を絶縁して今日から織田家に味方する旨を一同へ告げ渡したそれと天造のことだが。 と同時に彼が復帰するようになった司祭も明瞭に話した終わりに <laughs> 不服なものもあろうなお斎藤家に未練を残すものもあろうそういうものは強いては止めぬ遠慮なく去ってこのよし斎藤方へ内通するも孤独は恨まぬと言ったけれど誰も 席を立つ者はいなかった。とはいえなおそれこそ願うところと幾同音な規制も立たなかった折伏藤吉郎は主人の孤独に断って座の中央に出てきたそして挨拶にかねてこういう言葉を告げた「素洲俣の城は築き取りにせよ」と主君信長様から申されています。 今日までおのおのは随分会心な仕事もなされたろうが一条というものを奪い取ったことがござるか。それとまた世は変わってゆく。いつまでおのおのが勝手に住んでおられるような三夜はなくなる。そうならればまた世の進歩ではない。 室町将軍にご政治の力がないから、信氏などと言って生きても行かれるが、その将軍家もはやあのままには負わされまい。天下は一変する。次の時勢が来る。各々が各々の,の生涯のみでなく、志々孫々のためにも一家を起こし、浄土の部門へ帰り、正しき武士道の人となる機会は今を置いてアルバイト存ずる。 彼の言が終わってもまだ一座は弱としていた不平不満のみなぎっている気ぶりではない平然無感慨に暮らしていた人々も何か深く魂を打たれたのである依存、うん、ござらぬ松原匠が口を切ったのをきっかけに続いてまた続いて 依存なし、手前もこの方も初めて一同の声が一つに和したやるからには生命を的にやろうと野の正門は皆眉を高げて言う木を切る斧の響きその木を木曽川の縁へ押し落とす 盛んなる水しぶきいかだを組むいかだを突き流す流れるいかだに沿ってずっと下流に来ると北と西から揖斐川と藪川の水も合してそこに水脈縦横のだだっぴろい巣が見渡される農尾両国の集会である巣のまただった墨のまたともかく 金賞に「カらーには食香にて錦を洗うところとシイカにも作るところはあり日の本の,のまたなどのように広くいかめしゅう人も通わぬ大戦なり」などとあるのを見てもこの辺りの原始的な光景はおよそ想像がつこう。前に佐久間柴田などが 皆同じ鉄を踏んで失敗を繰り返した築城の地は終わりよりの底の一角だったバかな無駄骨石舟で大でもうずまるる。と心得てやがる対岸の東美濃から小手をかざして見ている斎藤型の兵はまたもかと称し,しがっていた。 4度目がやってきたぞ。ほう、証拠りもなく。まあ、見ていてやれ。誰だ、今度の亡者の奉行は、敵ながら哀れなもの。名だけでも覚えておいてやろう。木下藤吉郎とか言うそうだが、聞いたこともない。藤吉郎それなら、猿の方が通りがよい。織田家の気配で、たぶん今でも、 五十か六十艦そこそこの足軽小頭のはずだがそんな備前なやつが奉行かさては敵も本気じゃない急力かそうだと思うここの一点に美濃の注意を引きつけておいてほかの方角から突として渡り越えてくるという作戦もあるいくら対岸の工事を見ていても本気にされないのはむしろ美濃型の兵自身であった 蜂須賀一族の性網を引いて認知につくや否すぐ着工し始めてから23度の大雨はあったがむしろ材木いかだを流すによく巣は一夜に洗い流されても何のとばかり気を合わせて太陽の曇り出す日が先かここに一角の森土を築き上げてしまうのが先か。 天力勝つか人力勝つかとばかり2,000の信子は神職も忘れて働いていた八須賀村を建つ時の2,000の信子はここへ来ると五六0になっていた信子が友の部隊を呼び集め部隊の者がまた遊んでいる人間をどこからともなく引っ張ってきて「巣を掘れ石を詰め」。 土を担げ土の漏れ水道へ水を導けと統治童の采配も必要としないほど機敏に頭を働かせて非一日と目に見えるばかり仕事ははかどっていたのだったもとより三夜の漆黒には生まれながら慣れ抜いている野武士である治水の法土塁の竹法などは かえって遠き地道などより心得ていることばんなのだ。その上、やがてこの土は俺たちの住むところとなるのだという彼らの欲望もある。なおまた、乱打芳じゅうな生活から一躍して真実の働きを自身に知った満足とかいみもある。もう洪水になろうと、 この川がいくつよってさかまこうとびくともする土ではないぞまだひとつきとたたぬまに上地に余る面積は築きもられて陸との道路も完全につながれたはてな対岸ではまたうららかな顔が小手をかざし合っていた少しは格好がついてきたらしいな。 むこうがしもてきのこじか、うん、まだまだしろやししがきはきづききれないがつちもりはだいぶすんだぞだいくさかんはみえないそこまでにはまだ百日もかかんだろうみのがたのぞひょうたちはたいくつのやりばに見物していたかわはばはひろいはれたひほど 水面から登る薄い川模屋がギラギラ光って、遠目ではよく見極められないが、どうかすると、白麹の掛け声や石を切る音などが、対岸から風に乗って聞こえてくる日もある。今度は奇襲をやらないのかな工事の中東にだって、やらぬらしい。不破平士郎様からも厳命だ。なんと、鉄砲一つ撃つことならぬ。 てに存分働かせておけと。城の出来上がるまで見物しておれというおたしか今までのご方針は敵が城を築きかけると奇襲をかけてぶっつぶしまた荒手が来て七分ぐらいまで工事が進んだと見ると一挙に寄せてコッパみじんにしてくれたが今度は最後の仕上げが済むまでに腕組みして見ておれという軍令だどうするのだろう 取るのさもちろん。なるほど。敵に気づかせておいてそっくり招待するのか。作戦はそこだし。いやあ名作だ。織田方でも柴田とか佐久間とかは血と手強いが、今度の将は木下利光とか足軽に毛の生えたようなのがし頭だから。好きに舌を動かしてしゃべっていると、一人がし。 とめくばせする。他の者も慌のもてて板書の小屋へ入るまた保証に立つ上流から一艘の船をさを差してきて美濃川の岸へ上がった虎ひげの武将がある参与名の従者もおり1頭の乗馬も後から引き下ろされた虎が来た鵜沼の虎が来た。 暗所の造は顔で囁き合っていた。この川筋数里の上流にある鵜沼城の首相で美濃の猛将と言われている大沢次郎左衛門なのである「虎が来た」といえば稲葉山の城下でも泣く子も黙るというくらい怖いものの代名詞になっていたその大沢次郎左衛門が トラひげの中から目鼻を出して、むっそりと歩いてきたので、板書の兵は目も動かさずに緊張していた。ウどのはおらぬか、兵士郎殿は。ジロザイモの言葉に、はっ、ご人種です。呼んでこい。はっ、この方から人種へお尋ねしてもよいが、ここの方がお話しするに場所の都合がよいから来てくれいと申してすぐ呼んでこい。うん 承知しましまた。増票はかけていった間もなくその増票に56名の部下を従えて不破平四郎は大股に川岸へ向かってきたと面倒くさがっているようにいかにも不機嫌な歩きつきで来る。 敵が築城中である角俣の,の西岸その真正面から左右二里世にわたる地域に常備およそ六千の兵を配置してその指揮作戦の一切を稲葉山の本城から命ぜられている不破兵士郎種方だった不破殿ご速度をかけたな人中牢などいとわぬがこの方に御用とは何かあれについてだが 大沢次郎左衛門の指さす対岸の彼方へ、不破平四郎は目を導かれながらそのまたの敵かいかにも朝夕おぬかりなくご監視とは思うが大勢までもなく当初一円はこの方の持ちはご安心願いたいと先に言われると申しにくいがこの大沢も上流の地ながら一方の片目は受け持っておる うのみ守ればいいといとものではない。とよりのことで時よりは船を浮かべまたは沿岸を歩いて下流まで状況を見に参るが今日参って一興きしたもう手遅れと申してもよいほどなのにご陣地を伺えばのんびりしたもの何かお考えあってのことか手遅れとは何がであるか敵の築城の 意外に進んでいることを申す。ここの岸より何気なく一見しただけでは、まだ二十度て、縄取り打ちの土盛り、それと石垣が半ばぐらいしか出来上がっておらぬように見えるが、あれは敵の計りと申すもの。うん。おそらく、後ろの山地の懐あたりでは、すでに上郭の巨材は、大工の手で組むばかりに仕上げられ、矢具だ、塀回りは優に及ばず、 堀橋から内部の建具一切もあらかたできているものとこの地道座はにらんでおるが。うーんなるほど。今のうちならまだ。敵は昼の工事のため夜は疲れ。ヘビらしい婦人も怠り、足でまといな妊婦職人どもも雑居していることゆえ、上流下流正面の散歩より、あんをついてそうしに顔を渡って幼稚をかければ、過去を抜くこともできようが。油断しておると近いうちに。 夜が明けてみたら、対岸ガのスノマ一夜のうちにこつぜんと、老ーコタ一条がいつの間にかそびえていたというような深くをとらんものでもありませんぞ。いかにもご承知かはっはっはっは。<laughs> いや、大騒がしい。聞こうはそれを案じて、わざわざこの方を人前へ呼びつけられたのか目があるのかないのか疑われ申したゆえ、 このカーベリでご説明してあげようと存じたればだ。お口がすぎよう。気候こそ武将として、お気の毒なほど浅はかしごくだ。すのまたの敵情は、今度はわざと敵の思うまま工事を進ませているのでござる。お悟りがつかぬかしれたこと。存分に築城させ、後より乗っ取って、帰ってみのが終わりを制圧するの足場としようというはかりであろう。 その通りである。稲葉山のお指図はそうであった。けれど、敵を知らぬ危うい作戦。次郎左衛門には味方の滅亡を雑誌しておれぬ。どうして味方の滅亡となるか平四郎には消せぬ。耳を澄まして。対岸から流れてくる石工や妊婦の掛け声、さまざまな物音を包んだ音響、また、築城の進みようなど注意しておればわかる。 参戦皆兵となって働いているような活気だ。これまでの佐久間柴田などと違い、今度の采配ぶりには魂が入っている。織田でもよほどな人物が指揮にあたっておるにそういない。とうとう不破兵士郎は腹を抱えてしまい、買いかぶるなと次郎左衛門を揶揄した。 味方と味方同士でも必ずしも心は一つと限っていない次郎左衛門は虎ひげの中で大きく舌打ち鳴らして「やんぬるかなだ笑え笑って見ておれ思い知るかな」言い捨てて駒を呼び死後の家来たちと共に奮然と立ち去ってしまった美乃にも 具がんの人物がいないではない。大沢次郎左衛門の予言は当たっていた。それから十日と経たない後にである。すのまたの城はわずか二夜や三夜のうちに急速に光が進み。早いなあ、バカに。と。巳の形の兵が。朝起きるたび。川べりで目をこすっている間に。 偽善たる一条の硫黄を作り上げていた不破平四郎は手につばしていった「いざせしめに行こうか」「野州徒下船」には熟練しているここの体だった例によって闇を一挙にま股へ寄せかけたところが前とはまるで手応えが違っている 待ち構えていた藤吉郎以下、八塚勢の信氏2000は、この城は俺たちの汗と精魂だ、くれてたまるか、という意気である。戦法もほとんど違う。一人一人のたちも、以前の佐久間、柴田の部下の火ではない。まるで狼である。戦っている間に、美濃型のいかだや船は、 大半油を注がれて焼かれてしまった。リアラズと見て不破平四郎がひけえと声をからした時はもう遅かったほどである。新しい石垣の城下から川べりの巣へかけて千に近い死骸を捨てたまま命からがらな逃げさまであった。それも一部で帰るいかだを焼かれた兵は 下流上流へ逃げるしかなくそれをまた「やるな」と蜂須賀兵が追い打ちにしつくした三夜をかけ慣れている延師の継承には逃げきれるはずもなかった一夜を置いて不破平四郎はまた以前に倍した兵力で角俣をダッシュに寄せかけた暁だった。 巣の股の巣も川水も赤く染まった日の昇る頃城の中では「今朝はひとしお朝飯がうわいぞ」と外貨をあげていた平四郎はやっきになり風雨の夜を待って三度目の総攻撃を目論んだその折は下流上流の美濃型の兵を挙げて この一戦にと襲いかかったただ上流では宇沼城の大沢地土左衛門の兵だけが彼の総攻めの刑に応じなかった角俣川の濁流酒巻闇よ指物白形の信瀬勢も初めて味わったほどな残否な戦争をした味方の死傷もかなり出たが 身の型は官府なきまでの残碑をそのよ記録してしまった。それにこりたか。永禄五年のその年はついに年の暮れるまで二度と身のからの襲撃もなかった。かかる間に東吉次郎はなお残りの内部と外装の工事をほとんど完成させて。 翌六年の一月早々は八須鹿孤独を伴って信長の居城へ報告がてら年頭の祝賀に帰っていた主君の居城にも大きな変化がその間にあったかねてから計画は進んでいたのであるが地勢推理の悪い清須を捨てて小牧山へ居城を移したことである。 城下の民衆も皆信長について心情の執家へ移転し小牧山には新しい町屋が盛んに起こりつつあった藤吉郎をその心情に見ると信長は牢をねぎらって「約束である角俣城にはそのままその方が住めろく五百貫を与えようと言ったさらに 非常な機嫌で。主従雑談の末。それまで名乗りを持たない木下藤吉郎に。秀吉。という名をも。与えた。今日は。以上でございます。このほかにも。たくさんの作品を。アップしております。そちらも合わせてお聞きください。